いえ、大丈夫です。健康状態に問題はありません。え？なぜそれを知っているのですか？私は何も言っていないのに。別にそういうわけでは。ただ勝負に負けて悔しい気持ちがまだ消えていないだけです。本当に美味しそうでした。あんな一品なかなか食べられません。だから絶対あの勝負に負けるわけにはいかなかったのです。私も気合十分で挑んだのに、こんな結末。マキにも同じようなことを言われました。でも特別とはいえ、たかがかき氷にはしゃぐなんて子供みたいではありませんか。それにイベントの目玉である水上アスレチックそっちのけで食べ物に走るのは、イベントを開催した方々や誘ってくれたマキに失礼な気がして。そんなことはありません。意地を張って勝負などと言い出して、その上負けたことをいつまでも根に持っているのですから。結局かき氷を食べようが食べまいが、私は子供なのですね。からかっているのですか？そうでしょうか。やっぱりからかっていますね。もう、あなたと話していたらうじうじ悩むのが馬鹿らしくなってきました。おかげさまで、過ぎたことをいつまでも気に病むのは時間の無駄ですからね。常に先のことを考えなくては。何がですか？まだ立ち直ったばかりで、病み上がりのような状態ですから、精神的にはまだ不安定というか。季節限定かき氷食べに連れて